分は挙手願います。党代表に斉藤哲夫君が選出されました。衆議院選挙の結果は我が党にとりまして大変に厳しい結果となりました。ご期待にお応えできなかったことは本当に申し訳ない思いでいっぱいであります。心からお詫びを申し上げます。代表代行竹谷俊子。公明党は今月17日に結党60年の節目を迎えます。60年は人間の年齢で言えば還暦にあたります。還暦には新しく出発するという意味がございます。党創立者である池田大作創価学会第3代会長が示された、大衆と共に語り大衆と共に戦い大衆の中に死んでいくとの立党精神原点に今一度立ち返り、党として新しい出発をしたいと思います。広島選出の衆議院議員、公明党代表としてぜひ実現したいことがございます。党としてこれまで強く主張してまいりました核兵器禁止条約締約国会議への日本のオブザーバー参加でございます。来年は戦後80年被爆80年の節目です。来春をめどに党として平和創出ビジョンを策定します。日本は唯一の戦争被爆国です。30年前公明党の提案で原爆ドームの世界遺産化が決まりました。被爆者問題核軍縮廃絶に全力で取り組んでまいりました。壁を一つ一つ乗り越え、実現に向け全力を挙げてまいります。さて、来週11日に特別国会が召集されます。首班指名では、自民、公明を中心とする政権を継続させねばなりません。そして、今回の選挙戦で最大の焦点となった政治改革を断行し、物価高対策、継続的な賃上げなどの当面の課題に全力で取り組むとともに、衆議院選挙で国民にお約束した公約の実現に力を尽くしていきたいと思います。